ズのプロです。よろしくお願いいたします。さあミューズめっちゃ好きなんだよね。ほいこれやばくない？ザクリッチのコラボの。私はこのイケメン、僕はこのいかにも主人公。高そう。ほい、え、配信中だ。なんかはみ出てんだけど。ドンキホーテさんからプレゼントをいただきました。やるぞ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 。かっちゃん、前回いただいたやつだ。なんか別の味っぽいね。黒豚とんかつ、からし高菜、濃厚新味、ポタポタポタージュ。これいいね。縦に飾れるよってやつ。めっちゃいい。助かる。ミニ色紙収納ありがとう。なんか入ってない？バーン、デノプロ、これ新グッズ来てくれてる。私に懐いてる銀時メグリズム、キーホルダーディスプレイケース、色紙とポストカードカバー、シール剥がしスプレー、収納ファイル、UFO カフェの原告さん、そして全てを滑るもの全て、限定っぽいポストカード、ファイリングするやつ。めっちゃ助かるやん。推し把握されとる。プップの缶バッジ、唐揚げくんと煉獄さんの缶バッジ。やばすぎでは。ゲンパロじゃん、ゲンパロ。これは熱すぎる。ステッカーってさ、こんな感じで入ってんだね。この5枚が入ってました。好きな男、推し、エッチなカリムくんのカード、心を燃やせ、小沢ニコのラバストと3年組アートパネル作ってくださりました。わーお。私はね、なんか好きなバラをあしらってくれて、ポダちゃんはニコちゃんイメージでリボンらしい。助かる。除菌ティッシュ、ガラナだ。え、なんか可愛くない？コラボっぽいね。ミフユっていうお菓子。めっちゃ私のこと見つめてる銀ちゃん。ディアソムニアのマスクケースと、北海道限定の私の旦那スカラビアのマスクケースと、少しでもね罪悪感なくお菓子を食べれるようにと、糖質パックン分解酵母。うおっす、すごい。ゲダゲダ。煉獄さんの盾いただきました。前回もね、手作りプラバン送ってくださったんだけど、腕が上がったと思いますって言って、新作送ってくださりました。すごいわ。立体感あんだよね。かわいい。合わせて鬼滅のプラバンも作ってくださりました。よもや、よもやの。鬼滅バカウケ。糖として吸収されないチョコレート。ジャガビーの箱。なんと。ツイステダース。スカラビアサバナクロ。ツイステハイチュウ。何でもコラボするね。ね。ツイステプッチョ。ランダムで、日めくりカレンダーが入ってるよ。なんだと？一番人気。アイちゃんのタオル。カリムマルスのチョコ。アイちゃんのアクスター。ミューズの缶バッジ、のぞこっと。2年生とニコがニコ。アクアのこの不思議なガチャガチャのやつ。カマタン教授郎。イノスケ。はずかれた、しのぶさん。花丸ちゃん。ポタちゃん。俺のゼノンちゃんへ。ゼノンちゃんって言わんくない？優雅。ピンクの回路らしい。貼れない回路らしい。貼らないじゃない？貼る回路だった。そして、ディアソ、爆発した？ディアソムニアとスカラビアの爆弾。爆弾。チョコレート。チョコレート。花江さんのそのやつさ、めっちゃ好きなんだよね。へぇ。じゃあ真似して言ってやろうか。聞いてからにして、せめて。あはぁ、チョコレート。チョコレート。チョコ。明治。めちゃくちゃ金ピカピンなシール2枚。うずいさん、ジェオナ、ジェオナみんな。おラッパー始めたぞ。ジェオナみんな。私の推し、鬼滅の刃のラバストのちょっと古めのやつ。鬼滅の刃のアクスタに蓋した、スクスタはヘマした。イエー、間違いない。ねえ、そこやばくね、ちょっと僕ら一回なんか真面目になろう。ヒブノシスマイク、バスターブロスのキャンパスボード、ありがとうございます。真面目なってないよそれ。金玉の夢小説入ってる。いや、なんか夢小説も常連になってきましたね。こうやって認められていくんだよ、文化がね。またすごい量来たよ。なんか勢いとどまらんくない？すごいよね、みんな。ディアソムニア量イメージのストラップを作ってみました。え？4つのビーズが上からシルバー、セベク、リディア、マレウス、マジカルキーのイメージです。よかったら使ってください。使う。東北地方に生まれたジャミルの口癖。何が始まる？ジャジャジャー。
カリムジャリムレオナオジタンとサバナクロウのクリアポストカード、ディアソムニアのノフォアセール、なんだろうこれ前髪レオナジャック、レオナラギ、リリア、シルバー、セベク、マレウス、マレウス、なんもなんも。この教授郎めっちゃかっこいいんだけど。うざいな教授郎って。ポタが小学生だった時に応援劇場に遊びに行った時教授郎頑張れ、何も面白くないの自信満々にやらないで優しいデカフェ紅茶、しのぶさんのラバスト、ジャミル君のアクスタ、カリム君のストラップ、私の旦那の幼少期です。ペアコペアコ65点、ジャミルジャミルカミカリム、初にお目にかかります。ヒプマイのラストワンショー入ってました。お前の声もやばいね裏の中にほぼダイヤのグッズが詰め込まれてるんですけど、どこを引っ張り出してもダイヤが出てくる。クラフェスだし、え、これやばいじゃん。ラブライブサンシャイン5周年記念展限定ポストカード、つい最近あったやつじゃん。そう、え、これやばくない？え、全部コンプしとる。ミューズのチケット限定 CD、 リアちゃんの CD 特典のペーパースタンド、ラブライブの各冊子たち、ミューズのウェディング衣装のやつ、スクエス感謝祭2018-2019、 What?メイズファイナルラッタワオかけに、あー読売新聞、わお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 、小沢はここのマリウスバタフライ、レオナスペシャル変身グッズ、サブちゃん、これめっちゃ可愛い、ネズコと炭治郎の缶バッジ、おそ松のミニポーチとシール、これはですねファイルブックと言ってですね、レオナさん、シュラウドさん、ビル様とマリウスドラコニアさんのファイルが入ってるブックなんですね、ありがとうございます煉獄さんのキーホルダー、産屋敷、里子のアクリルスタンド、鬼滅の刃の色紙かな、はい、あっかーざこちらはゼノンちゃん、ポタちゃんを描きました。アイドルっぽい、ゲームっぽい、カードっぽい絵、てん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 てれーん、レアカード、不安でよ、矢沢ニコ好きなんです、夫人続きまして、てん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 てれーん、 UR ゼノン書き込みの差ペコペコバカちゃん、ドラゴンポテト、わりかしドラゴンじゃない、バカウケバカウケ、ホマレーリ、うわうまそう、ツイステしっとりソフトクッキー、のど飴、え、これ指の形しとんがんかな、え、こわ、ランダムシール入っとるらしいよ、お、それは開けよう、イタドリ、おお、え、いいじゃん、当たりじゃん、これ当たりだ、七海健人さんでした。僕の中ではこの人とりあえず今五条悟さんにしておきます。蒸気でアイマスク、ムーミンバージョン、松のポーチ、松のポーチ、かわいい、パック藤の香り、鬼が近寄らない、ディアソムニアのブランケット、蒸気でホットアイマスク、ポケモンのガラスプレートだね、ツイステの寮の柄のブランケット、めっちゃいい、ツイステのアルカナカードケース、マレレオの靴下、毎日あの右左逆に履けばさ最高ディアソムニアというよりはマレウスのラバ版、そしてマスクケース、 IC カードケース、エコバッグ、僕の方は炭治郎の靴下と義勇さんの靴下、そんなのあるんだ、スカラビアエコバッグ、スカラビアのラバーバンド、スカラビアのマスクケース、これゼノンと一緒のアルカナカードの収納ケースと、これめっちゃオシャじゃない、ツイステッドワンダーランド仕様のパスケース、マレウスのチョコとニジちゃんのチョコ入ってました、ハッピースカラビアチョコレートと、待て待て、実質僕が高崎優、ごめんなさい、あー銀時、銀の玉、アンブレラマーカー、神楽、銀時、これ出したかったやつ、松のアクリルプレート、ミオン、え、カシュミン、銀時、銀時、あーこれ欲しかったやつ、チグラシのスマホスタンド優勝あ、え、
小鳥ニコの2015か16年に出たプライズのフィギュア、そんな出回ってないんだよね。いや欲しかったの私これ。矢沢小鳥のキューポスケット、レオナジャミルのアクスター、レオナのアクスター、マレウスの缶バッジ、やばくないこれ。マレウスの他グッズ、すごくない？これやばい。レオナの缶バッジ戦えそう。レオナのアクキーとアクリルバッジ、ジャミルくんの缶バッジ、このカレーの食べてるのめっちゃ可愛い。これジャミルくんのアクリルコースター、アクリルストラップ、カリムくんのアクリルストラップなんで声量上がる足利栃木限定の鬼滅のキーホルダー、煉獄さんの可愛い缶バッジと、これめっちゃすごい、煉獄さんのアクリルストラップなんだけど、どこを見てもね煉獄さんと目が合うの。善逸伊之助の寝てるやつ足利フラワーパークプリントクッキー、え？やってるこれ。私とポダちゃんにコンプリートのアルカナカード、何か見返り求められてる動画を頑張ろう。ツイステのポストカードブック3つ、めっちゃこの人動画見てる。さっきのさ銀ちゃんのアクリルスタンドもそうなんだけど、イヤホンガンガンゲームでポダちゃんが買ってこれなかったもの、2つ目、アンソロジー、うわめっちゃ見てるわ。アンソロの絵100点すぎんだろ。ハニーワークスの漫画、あークリアファイルブック、まさかのスマホ用ステッカー、おそ松のステッカー、ツイステ我々の推しのステッカー、やばいやばいやばい、ポストカードとか大銀玉店コースター、ジャミジャミメタルカードウエハース、もうなんか今日でさ欲しいグッズ全部手に入っちゃってない？ジャミル、レオナ、マレウスの付箋、普段は隠しておけるタイプのキーホルダー、文字のアクスター、オクタのキャンパスボード、ピシーン、何事これやばすぎる。マレウス、レオナのコードチャーム、マレウス、レオナ、クロウリー先生のラバスト、ハーツラベルのアクスター、スカラビアのアクスター、サバナのアクスター、ドリのマレウス。なんかさアニメ会社さんからもらった時こういうもらい方したよね。したね。アニメ会社さんだねきっと。いや私たちも有名になったね。まさかディズニーからもらえるとはそうな。スヌーピーちゃんで帝国ホテルって書いてある。金塊みてえなチョコ出てきたんだけど、後ろ宮の金塊それそういうこと。五等分の花嫁の缶バッジセット、いちか四つ葉のポストカード、いちかいちかニノのアクリルカード、またまたいちかのラバスト、ツイステプッチョ、カレンダーいくぞカレンダー、カマお誕生です。カマお誕生出た声ね。ハッピースカラビア、鬼滅コロロ、その他ここにもランダム系の未開封品があるので別動画にします。そうですね。モナカごっこ、あ美味しそう、欲しかったの。あそうなの。銀玉のチョコレートが入ってます。以上一人からでした。なあ、ウームさんもさチェックした時にさすげーって絶対声漏れたよね。だよね。あと2箱ラストスパートやっていきましょう。おい、先週の私も頑張って、僕も頑張れ。ワオドラコニア、式典くんの時さ自分で化粧してるんだって、可愛くない？マリマリゼノンティアの旦那さん、いただきました。結婚式はいつですか？私の旦那マンマンキツキツさんへバレンタインです。まあ、ちょ僕マンキツさんじゃないからラップできんがんだけど、前回ヌアさんとルピーちゃんにコスメを送ったのですが、なぜかポタちゃんにうざいと言われへこみました本当はド M なので嬉しい、赤字で書いてある。またお前え、これかわいい。ファンキーなヨシコ、マリ、ハナマルちゃん、メーヨーちゃん、ブップ、ルビー、ダイヤめっちゃかわいいんだけど。ねえかわいい。エチカナ、矢沢、綾瀬エリスリーブニコちゃんのノート、ハナマルちゃん、マリのタオル、ハナマルちゃんの巾着に、アクアのマルチポーチ、ヨシマリのパスケース、ヨシマルのパスケース、これなんて言うんだっけ、ペナントみたいな、あ、それだ、マリマル、ダイヤさんとチカちゃんのアクリルキーホルダー、コトニコのピンバッジ、ウビーちゃんのアクリルキーホルダー、これ初めて見る、ダイルビのゲーセンのラバスト、ルビカナンのラバスト、ルビーちゃんのアクキーと、めちゃくちゃダイヤの枠だって思ったらちっちゃいダイヤ、
2年生のしおり。ホテルかもですが、ゼノンちゃんの安定旦那様と人妻送られてきてたので、ポタちゃんの次の嫁を送ります。どういうこと？もし行けるとしたら海外のどこに行きたいですか？自分はハワイに行きたいです。私はね、小さい頃に一度だけ家族旅行でサイパンに行ったことがあって、大人になってもう一回行ってみたい。あー、僕はね、僕にない。海外 YouTube に繋がらなさそうでな。いや、もうちょっとさ、夢あること言ってよ。そしたら南極涼しいと思うし。バルガス先生、胸筋やば。水浴のイグニハイドエヴァンゲリオンのカードいただきました。わーい、旦那だ。無限銀時編を着てない？うわ、これ売れピヨピヨチュチュチュなんだけど、マジで SAO のスガハちゃんの、ね、ウェディングドレスフィギュアですね。この間別の子かわかんないけど、うん、アスナ送られてきてたよね。そうなんだよね。しかもそれ最近さ、謎ショップの買い放題で買おうか悩んでたよね。でね、イラストを描いてくれたんだけど、はい、もうヤバそうじゃない？じゃじゃじゃん。え、ゼノプロの2人と私たちが好きなものがね、散りばめられてるんだよね。やばいやばいやばい。これがニコちゃん要素だったり、芋でしょ、ドラゴンボール、ドラクエ、この楽譜はマキちゃん、ここにジョジョ、チクフワワ、おお、デトロイト、うわ、炭治郎の耳飾り、うん、配信 UR、 ポケモン、うん、煉獄さん、はい、タイガー、ロンギヌスで、これサトコのぬいぐるみ、うわやば、シンジ君とコードギアス、え、やばすぎじゃないこれ。で、私がダイヤ、ハンターハンター、銀ちゃん、サックス、ノンタンのタロットカード、あー、歌手松、ハンダンおじさん、リーチ兄弟で、私の好きなバラ、やば、私のカフェイン、小鳥、夏目友人帳、土方沖田、これがミオン、これマレウスね。ゼノプロのテーマソング、バイタリティ、私が好きなお姫様っぽいドレス、熟知されとる、ヘッダーにしたいもん。これすごいね。お二人のおかげで日暮らしハマりました。母と一緒に考察してます。だって、いや嬉しい。家の近くに1回200円でほぼ一発で取れるお年玉クレーンってやつがあるらしくて、うん、それで取ったもの中心に送ってくださったらしい。こんな大量に取れるんですか？ちなみにおまけはアーシェングロットでした。おー、マリちゃん、ダイヤちゃん、アリスのラム、レムのミニポスター、こっちも、あー可愛い。こんな店員さんいたら無駄に買っちゃう。しずくちゃんとマリちゃんのラバスト、ラインハルトの缶バッジ、レムちゃんのちょっとエッチな、長男のアクキー、昭和に帰った指人形、マリちゃんのラバストと缶バッジが2つ入ってました。これめっちゃ可愛い。すごっ、制作過程も一緒に送っていただいてる。やばすぎ。今回はこれからのサムデーのことにこです。パーツをたくさんつけたので取れちゃってたらごめんなさい。前回作り方を何も触れなかったから込まれてしまったので軽く写真を入れました。いや軽すぎません？参考になりません。1と2はまだ分かっても3から4は飛びすぎでしょう。本当に軽くです。きっとまた突っ込まれます。読まれてる。初めてのゼノプロの動画を見たのはラブライブシリーズの一番くじです。てかこんな箱にメッセージを書いてごめんなさい。次から手紙で書くようにします。本当だよ。一番くじのなよちゃん、リコちゃん、一番、一郎、一号、一エースレソー、先お前、ナザウミ、はい、新品来ました。銀玉のミニ色紙2枚。さあゼノンの運命力を見せてくれよ。いや本当にラブラブだからね。言うて1枚目、ほらカムイが出るのよ。デフォルメ似合うよねこの子。かわいい。ほら逆だしね。銀時はテレアなんだから。ビーズログっていう雑誌かなんかのツイステのジオラマの付録らしい。当てるよ私は。ほらね。そしてなぜかソラルさん、ブッチからの一番一郎、ツイステのカードがたくさん。エヴァンゲリオンのマリちゃんのメモ帳と 3D で見えず、それやってもリゼロのレムラムのキャンパスボード、エヴァのトレーピング缶バッジ2つ入ってました。次か、あれ開いてる。開いてんのよ。じゃあ意図されたものが入ってるわけだね。ほい、あ、マリちゃん、シャイニー。そして僕の方はバラッ、あやなび、カオルとアスカのメモ帳、エヴァのマスキングテープ、エモすぎる矢沢ニコ、名鉄名古屋スタンプラリーの1個だけ置いてあるやつ、エヴァの一番くじのグラスですね。笑えばいいと思うよ。ボン、何も映ってない。じゃあもう1個はアスカでした。マーカスが描いた絵、2度目それ。シャロンのラバスト、リゼロの関西弁のなんかノンタンみたいな人のねラバストですね。マリウスのグッズ3種セット、一番くじのやつ、セノン被験買ったやつね。私マリウスに嫌われてるからさ。うわー、
ーん、かわいい。かわいいんだこれ。かわいくない？ホールケーキが嫌いな理由知ってる？一人ぼっちを痛感するから。あー惜しい。え、違うんだ。そう、マレースはね。というわけで、ディアソムニアのブランケット、おー、ホワイトボードの汚れ取り。いやでも助かる。ツイステのオンボロールを監督生をイメージして作りました。すごっ、シュシュだね。ちょっと柄がグリムっぽい。え、かわいい。めっちゃかわいいじゃん。こちらポタちゃんへということで、揚げすぎたぐらいのねポテトのキオルダいただきました。これめちゃくちゃすごい。こう私たちの推しを描いてくれたんだけど、推し同士でユニット衣装交換したやつを書いてくれてる、ね、しかもめっちゃうまい。すごいよね。ねずこのポストカード入ってた。え、でもなんか僕さ、僕宛てじゃないんだけど、ポタタポタさん、兄貴一生ついていきやすで。いやすごくないこれ。エモいやつやん。さあどんどん段ボールの中も少なくなってきましたね。寂しい、終わるとなると寂しいね。先日レビュースターライトの円盤を送ったものです。動画内でゼノンさんがありがたいと言ってくださったこと、本当にありがたかったです。テレビアニメの前日談となった漫画、アニメ版とつながるところは少ないのですが、キャラの関係性、特にカップリングの成り立ちがよく掘り下げられているので、舞台少女たちへの愛着が湧くと思います。ということでレビュースターの漫画送っていただきました。ありがたい。すごいことになってるね。銀玉一番くじ、筋トレはどこに。コンセプトマジ意味わかんないね。うわ、いやもう こうもうこう。うわ、うわ、やばいよ。別に別作品に沼ったからってやめる必要はないのにね。力が入らなくなるからってこと。でもさ、これとか去年のタオルなんだけど。降りちゃうの。この1年何があった。また帰ってこいよ、待ってるから。僕たちはいつもここにいるよ、旦那。俺はちょっとね、鬼滅の刃の原作をネタバレを含むものなんで、嫌な人はちょっと3秒ほど目つぶっておいてください。鬼滅の刃缶バッジエモすぎ。はい、大丈夫です。来たぞ、大量のファンレター。わお、すごい量だ。すごい、愛されてるねえ。ちょっとまたゆっくり読ませていただきます。ありがとう。ありがとうございます。まさかの全部バレウス。すごい、緑一色。あー、これセブンに売ってるマレウスのキーホルダー。そしてアゼリアちゃん、かわいい。マレマレエチマレマレメズコおじいさん。もういい年なんだから無理しなくていいよ。かわいいね。バレンタインチョコ2つ。あら、紅茶のチョコレートなんだよね。1個食べよう。こっちは変わった形のチョコある。一番明るいスプーン。じゃあ僕、うまくぎうわ、美味しいなこれ。めっちゃアールグレイ。どんどん可愛くなっていくゼノン様、面白くて優しそうなポタ様。しびれた。なんで足しびれとるの。しびれとんだ。タンタンタタンタンタタタタタンタンタン。ミューズちゃんとアクアちゃんのカード、軽音のミニ色紙だって。え、まだ売ってんのそんなの。あーずーさ、あーずーさ。え、中野くん。中野くん元気してた。アンスタの CD 重複して買っちゃったのであげますって。あっち。さっきのカリムくんも入ってました。花よ小泉ちゃんのラバーストラップ。マジでわかんないんだけど、こういう多分ゲームセンターで女の子がやるゲーム。カードいただきました。ごめん、あの25歳なんだ。以前紹介した煉獄さんの目が合うストラップ、はい、なんとおばみつが向かい合わせで入れてありました。たらしょ無座魚。しかも行名さん白目が意味ない。そう、しかもこれも向かい合わせで入ってた。24歳 OL って打ち込んだから名乗ろっかな、響きいいから。 OL って何の略称か知っとる。なんだろう。オフィスレディお前おうちレディだから OL でいいわ。京十郎のマイバッグ、これだったら電子レンジで温めなくていい。煉獄さんと京十郎、おめえなら京十郎。教えてあなたの秘密、見せてあなたを。好き、結婚する。好き、結婚する。結婚した。わっ、これは貴重すぎる。
呪術廻戦のゼロ感。まずはこれ見て勉強しろってことだな。だね。そして長男のステッカーかわいい。ヒプノシスニャイクブグイ。え、ヒプノシスマイクグミ。今のガチニャイクニャイクって言った。これね、ランダムでニャイクって言った。今ニャイクって言った。今ランダムでシールが入ってて、そのシールがなんとニャイかもしれん。ニャイクか、ニャイクなんか、ニャイクニャッポドッポくんでした。こちらのヘキレキ一戦で、この鬼滅の刃のラバスですね。これめっちゃ欲しかったのよ。呪術のウエハースカード、ラのウエハースカード、うん、そしてバレンタインに大開封した鬼滅のウエハースシール、ねずこさねみの缶バッジ、そしてマレレオのマスコット、私の推しねえ、これ個人的にめっちゃ嬉しいわよ。間抜けすぎてさっきから聞いた焼きそば弁当ってこんなに種類あったんだね。ね、アイちゃんのバスタオルありがとう。もうゼノンお湯の水抜かんでいいよね。バスタオルへ染み込ませればいいもんね。何を言ってるの恥ずかしくないわけ。恥ずかしかった、お前と YouTube やってねえよ。ちょっと恥ずかしくなった。ちょっとだけ。ドラギン、ライオン、ララライオン、マレライライライジャックはエロい。カスミンとマキちゃんのラバスト、クローリー先生のキーホルダー、カマオ誕生です。ネズコの神っかが、うんぶうーんのカード。ネズコついたかよ。どうぞだろう、前もおねえライオン、カマオ誕生です。開封しちゃったから入れてくれたんだと思うけど、ありがとう。これすごくない？マレウスの額縁を作ってくれた。やば、めっちゃかっこいい。キャリム君、エモいやん。プロポリンスっていう口臭予防のためのなんかぐちゅぐちゅ液らしいです。南かたりです。スカラビア、未来ハーモニーの4人。これあれだね、アイちゃんのバスタオルだね。最後の一つ、こちらです。えやってる。これは女神届いた。いや、やばいわ。愛されてる今までプレゼントを送ってくださった方、そして今回プレゼントを送ってくださった皆様、改めて本当にありがとうございました。というわけで、すごい長時間の動画になったであろう。編集をした私たち、お疲れ様。そして最後まで付き合ってくださった皆様、本当にありがとうございました。ありがとうございます。撮影時間は約10時間です。私たち無所属だからね。いや、そうなんだよね。毎度のこと思うけども、こんなにいたせりつくせりでいいのかなっていうのはやっぱり思っちゃうのよね、うん、だから私たちの態度やら成績やら実績やらで返していかないとなって思いますね。はい、はい、というわけで本当にありがとうございました。ありがとうございました。